ってきました。ドラクエ6、6ですね、今回からねドラクエ6やっていこうと思うんです。まずプロローグからね始めていきたいと思いますね。いや久しぶりやな、これもスーパーファミコンでやって何年ぶりなんだろう。あら、もう目が覚めた、あまり眠れなかったのかしら。いいえ、それならいいのだけれど、ちょっとうなされていたみたいだから無理もないわよね。いよいよですものね。ところで彼どこまで見に行ったのかしら。随分遅いようだけど。おお、ハッサン、おお、二人とももう起きてたか。ちょっと周りを見てきたが、やっぱあの城に間違いなさそうだぜ。さて、そろそろ行かないか。もう十分に休んだだろう。そうね、こうしてても始まらないわ。そのために今まで随分長い旅をしてきたものですものね。行くぜ、たけし。相手は大魔王だ。死んだ気で戦おうぜ。行くぜ。もしこの世界、この戦いに勝てば、世界に平和が訪れるはずよ。準備はいいわね、たけし。さあ、行きましょう。さあ、行きましょう。いや、ワクワクするぜ。あ、そうか。こんなに遅いんだ。この崖の下が、魔王無道の居城だ。もう後戻りはできないぜ。いよいよですね。もし言いたいが本当ならこの笛で。さあ、笛を吹くわよ。パッパーン、パッパラパッ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 パーン、パッパパーン。どうどう、来る、何が来る。はい、びっくりした、来た。来ましたよ、ついに無道の城へ乗り込みますよ。綺麗ですしね、よく動くなという感じですよね。行きましょう。てってるてーん。負け物の匂いがプンプンするぜ。先に行きましょう。鍵かかった。待ってたんです、言うはずが、いよいよだな。けどよ、それにしては静かすぎると思わねえか。もう確かにね。だよな、だよな。こんなにすげえ城なのにここまで簡単に入り込めると、えい、考えててもしょうがねえ。さっさと乗り込もうぜ。行こう。なんだこれ、これじゃ何も見えねえ。うわ、キャー。
わっはっはっは、この私を倒そうもなぜ甘く見られたものだ。愚か者め、いつとなり永遠の時を悔やむがよい。あ、一緒だった。うわ、うん、お兄ちゃん大丈夫？もうお兄ちゃんったらびっくりさせないでよ。いきなりベッドから落っこっちゃうまでも頭打てなかった？打ったよ。あ、そうだ、さっき村長さんがお兄ちゃんに会いに来たのよ。ん？似てるって言ったらまた後で来るって言ったけど、そうなん。おー、ついに始まりました、ドラクエ6。楽しみだぜ。お、素早さの種。おお、明るい。強さちょっと見たいと思います。28、11、力11か。装備はなんかね、ヒノキの棒の服、カボとなしてるけどし。革の帽子装備しよう。にゃーん。バーカー。敵が楽しみだよ。村長さんの家に行かないといけないな。まあ、ちょっと街をね、ゆっくりしたいと思うんですよね。まあ、壺を壊し行こうでね。山の精霊様か。薬草ゲッツ。町のバードはそれだけ賑やかでね。レイドック城ね。お、守れたな、ゲンにいた。これは使うべきだ。なんか動きが遅いな。ねえ、思いません。ちょっとね、なんかファスティブハルコの時にね、動きが遅いのよね。少しつきじゃ手がくるようになる。俺は死ねよ。間違えちゃった。復活しそう。タルが復活する。あ、うん、ランドのバカ。ちょっと操作がやりにくいとこあるけどね。あ、そのうち慣れるでしょ。山降りるのは無理。マジか。小さな山だったね。あ、それを主人公にやらせるっていうことかな。なんかくれやん。武器や。すげえキラキラしてるな。これ精霊部屋だよ。知っとるぞ。知ってるんだぞ、精霊部屋って。you
哲学、まさに哲学はドラケ時代哲学ですよ。これは。てってってーん。お呼びでしょうか、村長様。来てくれたのか。いや実は頼みを使ったな、うん、この村の民芸品が町で高く売れることは大変しました、はい、そして毎年そのお金で生理の川村を買ってきて村祭りの時に飾る。今年は武市にその生理の川村を買ってきてほしいんだ。この村から麓の町へ降りるのは大変で、大変だよ。売り物はこの木彫り工具細工と絹織物の10枚だ。行ってくれるか。行きましょう。しません。ズンタ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 ン。村の民芸品をゲットしました。マルシェの町、南の脇降りてマルシェの町に行く。てってん。ドラクエ楽しいな。お祈りしとこう。はい、続けます。よし、行きますよ。あれ、子供がいる。ライフドットの村か。てっ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 てん。てれってれってれってれん。すごいな。やっつけた。お、まあまあ、まあまあ、あれやっつけるね。結構与えるね。この辺りはあまり強いものさもないのんびりに振り回してくれた。おっと、俺の仕事、親父には内緒だと強く出張してた。ところで、タクシーはこの山を越えて、ね、マルシェの村へ行くを取らなかったの。人間風に伝説の仮面を買ってくれば良いよ、村祭りだもんな。しかも、ターニアちゃんが彼の使い役をやるって聞いたやつを楽しみにしてくれ、伝えておいてくれような兄貴。狙っとるんや、こいつ。ターニア、タッタッタン。宝箱入ってる。宝箱入ってる。20ゴールドゲッツ。なんか新しいの出てきた。お身を持っている。え、強い。あ、レベルなかった。たったーん。なんかこういうのあったな。
ここ。これちょっとはマシになるだろう。死なない。そういうとこ4ポイント取る。先制攻撃だね、先制だよし。地図を 見れたんですけどね、洞窟のね。違うってことですよね。レベル上がるやん。どうして上行った？テレテレテレテーン。ホイミ覚えんか、ホイミ。動きが遅くなっちゃったよな。あのスーパーファミコンのなんかサクサクいく感じがすごい良かったんですけどね。ちょっとね、なんか崖みたいなところあったんですよ。そっちに行きたいと思うんですよね。てってれれん。どっち？行けるっしょ。まだ3ポイントでこけるな。赤子。なんかこっちからなんか落ちれるんですよ。頑張ってね、7500くらいとかな。
貯めて精霊の鎧を買いたいんですよね。で頑張って貯めようと思うんですよ。ちょっとねねねねねこれ次は宝箱2つある。やくそー。あ、コンボ出てきた。マジで。お、すげえ。めっちゃ上がる。こんなところにコンボが隠されていたとは。よし、これでサクサクいくぜ。おお、めっちゃ落ちる。あら、また落ちる。でもコンボをゲットできたのはちょっとラッキーでしたね。てんてれてん。次に行きました。また教会に行っとこう。はいはい。はい、続けましょう。たたたたてんてれてん。壊し放題だ。まあ、はい、ということでね、続きをやっていきたいと思うんですよね。ついにマルシェの町に到着したということで、いろいろと見ていきたいんですけど、まずはね、いろいろ見ていこうと思いますよ。ウロコンだと思って。フルコンサートか。気がすげえ遅い。さあ、どんなものが売ってるのかな。気合入って勝負した。これか、ここで売るんだ。いろいろ見てみよう。あ、結構撮るの。このようなとか撮ってる。あ、ここちょっと高いな。
ではなく、これ粘れるかもしれない。200まで落ちる。さすがに心配よね。よかった、行ってみよう。とりあえず本に置けんかな。本に操作よ。どれくらいまで粘るの？450までいった。結構釣り上げた。480。いや、商売はうまいのは主人公っすよ。何言ってるのよこいつ。地図があった。西の端って言ったっけ。どこかな。あ、リップスやべえ。やばい。隠そう。うわ、飛んでる。よし、お、めっちゃ経験値持ってるやん。ほいみん、やっと覚えた。
ところ。すごい。やべえ。このエリアだったら、盗賊の鍵買いに行こう。
方。この町にはある。私はどうかな。お金250。おすごい。何もね。よし、これで盗賊の鍵を買った金額でペイできたんだね。これ何なん、捜査もイラつくな。足を立ってちょっと奥の方行きましょう。あ、ちょっとはダメージ減ったな。よかった。レベルもまあまあ上がってくるんだけど、ここだと思うんだけど。おい、マジかよ。落ちた。やべえ。なんとかった。何、ここどこ。どこですか、これは。20ゴールド。おっきな帽子。
布の服。真実を映すラの鏡だな。これはいる。小さなメダル、こんなとこにいっぱい。よく色のところに見たときにするよね。お金持ち。北になんかあるらしい。ちょっと切り株小僧。よし、レベル上がった。糸だ。お、戻ってきた。薬草ゲット。またシールだぞ。よし、やっと起きなくなった。よし、帰ってきましたよ。カーモニ職員のとこ行かなあかんね。ありがとう。
マジか。マジで？ただでもらっちゃったよ。まあ、分かっとったけどな。よし、じゃあ村に帰ろう。帰ってきた。ほほう、今年のものはよくできているよ。じゃあそりゃそうよ。だってもう死にかけたんだから。何よそれ、話聞かんのか。もうすぐお祭りですよ。出せよ、手伝えよ。出そう。てらたたてん。行こう。何してん、綺麗だよ。よっ、村長、おどごめ。あ、料理がある。すげえ、豚の丸焼きっぽい。
年の時を経て、今夜再び精霊の使いがこの村を訪ねてくださいました。大いなる精霊の使いよ、さあその冠を我らにお与えください。ターニャは精霊の冠を高く捧げるようとして、山の精霊よ、あなたの冠を確かにお受けいたします。そしてこの女神像を通して、また一年間我らをお守りください。精霊の使いよ、これであなたの役目は終わりました。どうぞ山の精霊のもとへお帰りください。わかりました。ではまた来年参りましょう。皆様の平和を。私の声聞こえますね。たけしよ、あなたは不思議な運命を背負い生まれてきたもの。やがて世界が闇を覆うとき、あなたの力が必要となるでしょう。その時が来る前に解き明かすのです。あなたたちがもう少しで打ち破ることができたはずの魔王のまやかしを、そしてあなたの本当の姿を取り戻すのです。たけしよ、旅立ちなさい。それがあなたに与えられた使命なのですから。あら、私どうしたのかしら。急に気が遠くなって、それから温かいものが。すげえよ、本物の精霊みたいだったよ、ターニョちゃん。って言っても何の話か全然わからなかったけどよ。わしもびっくりして腰が抜けるかと思ったわい。ご本、皆さんお静かに。ともかく、ターニア、や精霊の使いをご苦労様でした。はい。ではこれで。ご本、これで精霊の儀式が終わります。さあ皆さん、いよいよ村祭りの始まりです。楽しい夜を。安心できまーす。でん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 。村長の家にレッツゴーや。Thank you.
お、流れ星。見ました。お通行証もらった。気をつけていきます。そうか、ただすもてれてれてて、そして夜が明けた。任しとけ。頭の悪いマリンスライム。
で目指せ霊ドック城やな。目指せ霊ドック、奏で。集団できるんだ。ここでね、続きをやっていきたいと思うんですよね。防具がね、結構強なったんで、あとなんか武器ね、後ろに今売ってたら買いたいですよね。複数の敵が出てきてね、出てきてるのに、なんかブーメランとかないですかね。あったんですけどね、チェーンクロスみたいなやつ、ムチとかね、そんなあったらいいな。はい、来ました、レイドックです。通行証持ってるから持ってますよ。賑やかな街だぞ。そうです。無理だと思うわ。誰だって王様に会いたいけど、そんな人全部に会ってるほど王様は暇じゃないもんね。ここは武器の武士だ。何の用途ね。買います。コンボ。ブーメラン。あ、ブーメラン。ブーメランあるやん。ブーメランにしようぜ。結構上がるし。失礼します。はい、よし、いいです。防具、ここは防御でございます。何の声でしょうか。防具はそうでもないな。そういえば木の帽子って持てなかったかな。装備します。テレッテレーテテテテテテテ。王様はこれまで何度も魔王ムードに戦いを挑んだのじゃ。そうですか、そうですか。薬草ゲット。こんなのを調べた。
竜電猫一巻。何これ。にゃーん、私は猫にゃーん。手腕で猫。そのままにゃーん。そのままや、ほんまに。旅の少年です。西の岩山の向こうの橋を渡って北に行った森の中で、仲間が暴れ馬に襲われて怪我をしました。マジか。怪我をしましたか。じゃあ結構強い馬なんだろうな。ボクちん。僕ね、大きくなったら兵隊さんになって魔王のをやっつけるの。やっつけようぜ。勇者少年。何もなし。レイドッコは全く眠らないで国を治めているそうです。お前そうなってできるんか。お、馬の服か。キャッ、あなた誰。早く出て行かないと。そう呼ぶわよ。呼べや。ばあさん。眠らぬ王、ベイドッグが来てます。こ、ドキソゲッツ。眠らぬ王、レイドッグ王か。グガーグガー。後ろです。はい、鐘が鳴るみたいね。街をフラフラしろっていうことなんで、ちょっとフラフラしましょう。この時代は兵隊って言ったらもう収入は安定しますよ。あ、超兵隊になりたい。あるよ。あ、超逆でも言ってくれる。たたたんてるてるてん。ハッサン。おっと、ごめんね。あら、鐘が鳴ってるわ。行こう。行きましょう。鐘が鳴ってます。はい、中に入るがよい。入りまーす。上と町か。よくぞ集まった。我が王宮の兵士に志願する心ある者たちよ。だがしかし、誰もが我が城の栄誉ある兵士になれるわけではないだろう。そこで私に君たちを試させてほしい。この城より東東南へ橋を2つ渡った時に試練の塔と呼ばれる塔がある。この塔よりあるものを取ってきてほしいのだ。それが何であるかはそれぞれが考える。さあ行け。試練の塔の扉は今開かれた。頑張ろう。いらんとこはいけないなってるわ。あ、ここもいけないわ。ダメだ。
でここから出たんやろ。なんかアイテムとかないんかな。なんかね、お、あれ、バシャちゃん。バシャ。あ、みんなここから出ていったんだ。南東やろ、こっちか。間違えたな。橋を渡ったっていうのはこれかな。てててて、おにゃーん。お、まあまあ強い。よし、これで結構進むんだね。てってれ、ここがシルントン。シルントンに来ました。でれってんて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 ってん。宝箱がある。空っぽやん。宝箱空っぽやん。もっと黒洗い。これまた強そうだ。力を貯めてやる。あ、レベル上がった。テケテケテレッテン。お、お、インパス。上に行きまーす。てるてん。てるてん。てーん。てるてん。ん？うん、こっちじゃないんか。お、ギズモ。ギズモなんか出てくるんだ。こっちの道じゃなかったのかな。ギズモ目がかギラかしてたアロードック。結構食らう。なんと、結構暗い。地も濃いね。違った。こっちではないってことだな。そしたらん、どこだ。どくらない。ここ行ってみよう。てるって、あれ違ったわ。何もない。っていうことは上だな。こっち、あれ？やってるよな。こっちの。よし、ここや。お、キメラの翼。てるって。アロード。こいつは強そうだ。まあまあ食らうな。一旦で合計7とか食らってたら結構しんどいよね。え、次はここやな。階段こってー。あら、戦ってやろうぜ。戦ってやりますよ。結構食らう。いや、銃とか結構食らうね。
ほいみや。やべ。まだか。スウェーデン結構力貯めてる。ボーですよ。まだ？ボーですよ。まだ死なんの？死ねえ。じゃあ強いな。まだか。もう MP なくなっちゃうよ。また使うの。うわ、マジか。強い。強いっていうか、ヒットポイントがエラー多い。リメイク版ってよく見たら、なんかずっとこう動いてるね。ああ、やっと倒した。その割には経験値すげー少ねえ。お金、うん、嘘だな。こういうとこちょっとこうね、この操作がちょっと大変だわね。頑張ろうぜ。ここやな。ほら。ちなみにこっちはけどどうなの？やべえ。針の山じゃねえか。あれ、こっちもなんかある。薬草ゲット。あれ違う。ちょっと降りる。一番右の扉が何があるんかな。Ha ha 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 ha
かね。あれ何もないわ。金の指輪。おお、メダル。何やろか、金の指輪かな。ここは何かな。ちょっと一回戻ろうぜ。今のままやったらちょっとマジックパワーがしんどいから、一回戻ります。テンテレッテレッテレッテレンテンテッテレン。そしてストポイント回復する場面で休んで、また新たに挑戦したいと思います。時点でもう経験値55とか結構多いだよね。やるやー。うん、止まります。よっしゃ、オッケー。これでまた行ってくるわ。操作が、もう一回試練塔に行きたいと思います。あ、レベル上がった。テキテキテンやるってん。ルカに、また来ました試練の塔。さあ最後の試練やな。ゾルデ兵士長と最後の最後の試練や。この精神ももう死んどる。あ、みんな結構クリアしてんのかな。え、こいつまだここおる。ついにゾルデ兵長と対決する時が来ますよ。あれ？残念やったわ。
ってたよ。残念すぎる。しょうがねえ。あれ戻ってしまったからよね、きっとね。まあいいわ。さあ城に戻ろう。戻っていた。一応金の指輪は確保してるから OK。 おい、ハッサン、認められたぜ。マジで？終わりやん、この子。残念すぎる。どうしたらええの？うわすげえ。最後の鍵やな、これ。おいマジかよ。別のことで手柄か。よし、じゃあダメだ、ゲット。どうやろ、馬を探すことになるわ。落としてしまうな。あれ取れた。何やそれ。8歳に取られたのがすげえ残念。なんだくすねえか。
には何も用はないよ。出るか。ところでハッサンどこ行ったんかな。他にもある、ね、化け物馬を探しに行こう。てーん、なんやねん。話や、ハッサンいい話持ってきてくれた。マジでいい話持ってきたな、これ。よっしゃ行こうぜ。ちょっとハッサン強さ見とこう。川の節目って感じだった。こんばんは、上がるわ。あとは金の指輪できないな。川のっぽしかな。よし、これでどうや。ヘイハッサン、ハッサンまだ弱いよ。何これ、どういうこと。なんでこのレベルのハッサンに負けたんや。どういうこっちゃ。暴れ馬、レベル上がった。よし、暴れ馬どこかな。いた、ヒン。ヒン。ダメや。よし。追い詰めるぜ。ヒン。追い込んだ。名前決まったね。
あ、でもよかった、簡単に捕まって。よし、行こう。アルシオンも先頭に出てくるよ。よし、これでカルシオンも仲間になったということで、ついに馬車を手に入れることができるかっていうところですよね。強くなりたいな。そしたら一ターンで倒せないかな。よし、城に着きました。見ろよ、馬連れてきたぜ。ですか、おじいさん、連れてきましたよ。やったぜ。ムードの存在、おマジか。ついに王様に会うか。そうで兵士長、ラーの鏡か。任せてくれや、王様。ついに馬車を手に入れたわ。行こう、新しき世界へ。よっしゃー、まあ一旦ね、ここで終了したいと思います。